はい、スタートいたしました。浦和レッズに徹底的に議論する裏切チャンネル。今回は、高根と郡司さんにゲストしていただきました。では、早速今回のお題です。ドドン。2020シーズンオフに移籍します選手との思い出。涙なくしてられないです、はい、この文字は。じゃあ、その前に簡単な自己紹介を。ずっと浦和レッズを愛して追いかけております。浦レポでも記事を書いてます。浦和レッズ大好き担当記者。河合貴子です。よろしくお願いします。フリーランスの郡司です。 J2 を中心に取材をしてまして、浦和レッズは2014シーズンから取材をさせていただいてます。今回もよろしくお願いします。進行は私、金目浦木管理人になっております。浦木は98年からスタートして、今年21年目なので、ぜひ YouTube だけじゃなく浦木の方も見てもらえると嬉しいです。じゃあ早速、一人目が鈴木大輔です。郡司さん、はい、じゃあエピソードを、思い出のエピソード一つお願いいたします。まあ、鈴木大輔選手は2013年の時に柏レイソルをエルゴラソンで担当させていただいた時に、はい、その時も取材させていただいてて、その時にレイソルでも ACL でベスト4まで行ったんですかね。で、優勝というのを経験してないので、まあ、移籍してきて浦和レッズで ACL の、優勝のチャンスを掴んで、こう並々ならぬアジア制覇に対しての強い思いをやっぱり取材の中でもすごく感じましたね。で、準々決勝の上海上皇戦は、ホームでの、はい、アイスタでの試合は、もう、神がかったプレーで相手を抑えて、うん、まあ、オーザーマッチじゃないかというような活躍もしていましたし、うん、こう、やっぱり、まあ、13年の時のその柏レイソルで届かなかった時のことも、ちょっと実際話を聞かせていただいてて、うん、まあ、6年後の2019年に、またアジア制覇のチャンスを、あの時、レイソルで届かなかったことをレッズで成し遂げたいという、その思いの強さを、こう、いつも ACL の取材の時にはすごく感じましたね。だから、なるべく ACL の試合後には鈴木大輔選手に話を聞いて、彼本人のアジア制覇に対する思いの強さを、こう、なるべく聞いて、皆さんに届けたいなって思いでやらせていただいてました。すごくそれが印象深いですね。もう鈴木選手やっぱダンディーですよね、はい、クレバーだしダンディーだし、好きな海外ドラマハウスオブカードだし、小ネタが。鈴木大輔選手はジェフ千葉に移籍が決定しております、はい、いやもう千葉はお買い得だったと思いますよ。いい選手ですから。続いてこちらですね、長澤選手。高根、長澤選手名古屋に行ってほしくなかった。本当にもう。いや、長澤選手がね、ドイツに渡った時の話を聞いた時、はい、この選手はハングリー精神だなっていうふうに、本当にボストンバッグ一つですよ。スパイク、大事なスパイク持って渡ったっていう話を聞いた時に、いや、すごいハングリー精神だなっていうふうに思わせてくれた。で、レッツの中でも帰ってきてすぐレンタルでね、出されたわけじゃないですか。そこから浦和に戻ってきて活躍するようになった、うん、その活躍するまでにもすごい時間かかった選手なんですけれども、いや、こんなにメンタリティが強い選手で、しかもそういうハングリー精神を持ってて運動量があってっていうところは、わあすごいなっていうふうに思わせてくれたところが一つと、あとそのピッチ外でもサッカー選手としてできることっていうことで、ボランティア活動っていう部分でも非常に心を注いでくださった選手の一人だったので、でいろんなことを言い出しっぺでね、コロナの中で卒業式とか入学式とか迎えられなかったのを自分が言い出しっぺっていうことで選手をまとめてね、卒業メッセージを送ったりとかっていう、ピッチ外ピッチ内でもそういうことをしてくださった選手、それから今年のベストゲームだって言って牧野選手がガンバ大阪戦アウェーのハーフタイム前半終わって、いや、今年のベストゲームだ、いいよとかっていう風に、まあ、ムードメーカーとしてね、ロッカールームで行った時に、長澤選手が、いや、まだ前半しか終わってないんだ、すべてが終わってからベストゲームだって言えるようにしようって言って、ガシンとこう、引き締めたっていうエピソードを牧野選手から聞かされた時に、うわー、和樹ってすごいなっていう風に思わせてくれた。だから、浦和にいてほしかったっていう。だから今度は、まあ、向こうは朱色になりましたけれども、本当の赤の強さっていうのを逆にピッチの中で対決して楽しみにしたいと思います。まあ、なんかコメントでも今度は裏 を倒すことになりますみたいなコメントされてますもんね。長さん、ね、いい戦い。思いっきりブーイング、愛のあるブーイングをして、ギャフンとそういう選手を言わせたいなっていう、でも言ってほしかった。
手と活躍祈ってます。続いての選手はこちらです、はい、竹富選手はある口癖がありまして、口癖を食べるときになんて言うかなっていうのが口癖なんですよ。なんて言うかな、なんて言うかな、あのシーンはなんとかっていう、なんて言うかなっていうのが口癖なんですよ。途中でこういう話を喋ろうっていう、なんか頭が回転してる途中で、ちょっとあの止まったときに、なんて言うかなってことを挟むんですよね。このなんて言うかなって口癖、実は、大槻監督も口癖でして、聞いた話によると、はい、最後の試合、札幌戦の最終節の札幌戦前の、大槻戦の最後のオンラインの会見のときに、はいはい、なんて言うかなという口癖の発言を13回したらしいんですよね。ああ、大槻監督が。はい。それ誰が数えたの？グッチさん。数えた。大槻さん、いや、これちょっとこれ聞いた話なんですよ。あ、はい。数えてる方がいて、13回言ってたって言って、あ、竹富選手と大槻監督は、このなんて言うかなという発言でつながっていたんだなという口癖でした。ありがとうございました。はい、でも竹富選手ね、怪我さえなければね、第五椎側骨っていうのはやっぱ癖になりやすかったのかなとかね、本人が一番悔しかったシーズンだっただろうなっていうふうには思いますね。うん、すごい、あの澄んだ目が綺麗なんですよね。澄んだ瞳が綺麗な人で、話してるだけで引き込まれる感じです。はい。京都に完全移籍ということで、ぜひ、京都はたくさん、他にもレッズの選手、荻原選手だったり、はい、福島選手、2020シーズンですと森脇選手とリータ大選手もいますんで、はい、注目ですね。京都になんか裏若していますよね、はい、ある強化部長が山地さん元レッズのっていうのもあると思います。4人目はこちらですね、はい、エベルトン選手。寡黙な選手なんですよね。こうブラジル人の選手っていうとね、もうなんかいろんな個性が強い選手が多い中、私はこんなに真面目でこんなに寡黙で、でもピッチの中では闘争心あふれるプレーを見せてくれるっていう、ちょっとなんかこうブラジル人選手のイメージを変えてくれたのがエベルトン選手だったかなっていうような印象がありまして、で必ず練習場に行くと練習始まる前にこう思わずこうおはようとか向こうから声をかけてくれる、はい、それは日本語なんですか？うん、おはようっていうふうにね、もちろんねファブリシオ選手とかも声をかけてくれますけど、そのね声のかけ方がね、ファブリシオ選手はもう南米人らしくわーっていうような感じなんですけど、エベルトン選手は控えめにこうおはようっていうような感じなんですよね。で、あの終わった後も必ずこう挨拶して帰っていくっていう、本当に礼儀正しい選手で、ピッチの中では熱い魂を持っているっていう。ただね、あの興梠選手もよく言ってたんですけど、エベルトン選手のことをボランチじゃなくってトップ下とかそういうとこでエベがやったらどうだったかなっていうようなことを言ってくれてたことがあって、エベルトン選手も本当はもう一枚前でプレーをしたいっていうようなことも言ってたのが、あそこでもうちょっとエベルトン選手活躍できたかな、トップ下みたいなところをでゲームメイクしたら違ってたかなっていうふうには、うん、ちょっと思うところはあります。でも本当浦和を愛してくださったっていうところは間違いなくこの選手はありましたし、うん、浦和を支えてくれるサポーターの皆さんに愛を届けてくれた選手の私は一人だと思います、うん、ミックスゾーンでの去り際にいつもあのウィンクしていきますもん。そうなんだ結構じゃお茶目な一面も愛嬌がね。でも寡黙で、でもピッチの中では熱くて、うん、礼儀正しいエベルトン選手とまたどっかで対決したいなというふうに思います。じゃあそんな感じの4選手の知られざるエピソードありがとうございました。じゃあ最後に一言ずついただきたいと思います。じゃあ郡司さん、まあ、チームを、ね、去る選手っていうのはすごく寂しいことでありますけれども、また新天地で活躍する姿を見るっていうのもまた一つ楽しみだと思いますし、まあ、中には、ね、あの J2 の方の、カテゴリーに移籍する選手もいるので、まあ、J1 と J2 だと日程重ならない部分もあったりすると思うので、もし余力がありましたら元浦和にいた選手たちが他のチームで活躍する試合を、まあ、コロナの影響でいけるかどうか分かんないですけど、もし可能な範囲でまたそういういなくなった選手たちの新天地の活躍を見るっていう楽しみもできるかなと思いますので、ぜひ J2 のスタジアムへお越しください、うん、はい、京都とか気になりますね個人的に、はい、じゃあ高根お願いいたします。一度でも浦和の赤いユニフォームをまとった選手はいつまでも浦和の魂が宿っていると思います。その魂の下でいいピッチでのいいサッカーをしていいサッカー人生を送っていただきたいなって心から願ってます。いつまでも浦和を愛してください。ありがとうございました。
じゃあこれにて終了します。ありがとうございます。ハート。